はい、今日はね第一滝本館っていうねところに、宿泊しに来ました。ね、このすごいね棍棒があります。すごい。はい、今日は、登別にあります、第一滝本本館さんに、来ております。地獄谷がねすごい近くてね、もう徒歩で行ける距離ですね。でこちら、今回ねなんだっけな、デラックスルームみたいな感じの部屋で、もうねめちゃめちゃ広い、とりあえずめちゃめちゃ広いお部屋になっております。で今回のねプランが、朝夕付きの、プランです。でこのねあのホテル自体もめちゃめちゃ広くて、その今本館っていうところにいるんだけど、本館、東館、多分他にもあるのかな、何箇所かあって、もうしかもね大浴場にプールもあるっていうね、めちゃめちゃ広い、ホテルになっております。まあね気になるのは、料金だと思うんですが、今回は、朝夕の、2食付きで、デラックスルーム、お値段は、29,000円です。まあ約3万円ですね、入湯税込みだったら多分3万円ぐらい。まあ正直お高い、少しね高いホテルです。周りのねあのアクセス、シャトルバスとかもね多分出てるっぽいので、そういうアクセス的な面はすごいいいと思うんですが、まああとはね食事に期待しましょう。じゃあ今からねこのお部屋のルームツアーやっていきたいと思います。はい、ではねルームツアーやっていきたいと思います。まずねこの玄関、はい、だいぶ広いですねホテルにしては。でまずね右手にお水と、あ、こういう食器類ですね。はい、で左が、はい、こちらね洗面所で、一応シャワールームと、まあねこういう温泉はね大浴場がねやっぱり一番の楽しみですから、まあ、シャワールームは使わないという体で、でトイレいいね、この引き戸のトイレ。はい、では行きます。はい、こんな感じです。じゃあじゃーん、うん、まあ普通の和室って感じですね。はい、まあ、まずねこちら、はい、テレビがねあって、おお、なんだなんだこれは、うん、なるほど。でこれは何でしょうね、これにお水入れて飲んでくださいって感じでしょうか。で温泉まんじゅうでね、まあ、この景色ですよ景色ね、地獄谷見えるかなってちょっと期待したんだけど、こちらオープン、はい、まあ、見えないとね。登別の温泉がね、温泉宿かがたくさん見えます。あ、待って待って、あれ青鬼と赤鬼がね、あれも一つの観光スポットなんですけど、それが見えますね。あ、すごい赤鬼の前で仁王立ちしているお母さんでしょうかね。まあ、強いお母さんってねかっこいいですからね。で地獄谷がねあっちの方なんだよな。あ、ちょっとこれ右見えてますね、右に、地獄谷が見えております。まあね地獄谷のね行く動画もね撮りたいなと思っているので、お楽しみに。もう上がってる可能性もあるし、これから上がる可能性もあるし、まあ、かなりね広いお部屋ですね。お、ここに襖があります。あ、はいはいはい、予想はしていましたが、浴衣ですね。こちら三着三着って一番なんか中途半端というかね、まあ、2着か4着かっていうのがね、僕結構温泉宿泊まってきてね多かったんですが、3着はなかなかね珍しいですね。全部着たいと思います。はい、ということでね、こちら、第一滝本、第一滝本館さんですね。あれ、僕さっき合ってるかな、違ったらテロップで修正しておきます。第一滝本館さんで、ホテルにありがちなねインフォルマチオンですね。これまたね表紙と裏表紙だけで、8割いってますね。これ何があるんだろう。まあね、さっきも言ったんだけど、ここは本当にあの大浴場と、プールがついておりまして、プールもねあの水着レンタルもやっているみたいなんで、手ぶらでもね入れちゃいます。
で、あと、僕がね、大好きなゲームセンターもあったり、あとお土産コーナーもね、すごい充実しておりました。待って、ちょっと温泉これすごいかもしれない、これ。温泉天国って書いてあるんだけど、男性のお風呂、1階、3階、2階、すごくね、めちゃめちゃ広いですね、これ。なんかさっきね、ホームページ見たんだけど、なんか温泉だけでなんか1800坪みたいな書いてあって、いやいや、それ、さすがに、滝本館さんと、持ってるでしょって思ったんだけど、あ、お風呂とプールが併設してるのかな？その可能性がありますね。僕ね、一回、定山渓の方で、温泉の中に、大浴場の中に、プールがあるね、ところに泊まったことがあるんだけど、もうそれはね、嬉しすぎて、僕ね、すごい水泳がね、大好きなんだけど、習っていてね、昔。で、そこでね、もう、生まれた姿のままね、豪快に泳いだりして、すごい気持ちよかったんだけど。わ、それね、もしね、できたらいいね。これ、併設、でもこれ、気泡風呂って書いてるんだよな、このプールゾーンに。ちょっと見えにくいかもしれないけど。25メートルプール、ウォータースライダー、気泡風呂。で、これ、外出たら露天ジャグジー。これワンチャンありますよ。これもしかしたら、プールと大浴場が一緒になってる。一緒になってるっていうか。まあそしたらプールどこだって感じだもんな。とまあね、ワクワク話していたんですが、プレイゾーン。25メートルの温水プールやウォータースライダーと水着着用で。まああとはね、さっき言ったね、こちら、ゲームプラザ。ゲームセンター。もうすでにね、車のね、ゲームを、僕と同い年ぐらいのね、男の子二人がね、やっていたんだけど、ここまで来てやる？やんなくてよくない？って思ったけど、もう僕も多分ね、後でやると思うから人のこと言いませんね。うん。まあ、あとね、お土産どころ、湯の町って言って、なんかすごいね、めっちゃ大きかった。それもね、後で行きたいですね。ということで、お茶はないんですが、ね。これを、いきましょうか。いただきます。お茶が欲しいです。喋れないかと思いました。まあね、この後、18時ぐらいからね、夜のバイキング会場行けると思うので、まあそれまでね、少し、まあ、館内をね、見に行ったり、まあ、作業したりしたいと思います。はい、ということで、早速ね、もう今日は外出る用事もないと思うので、浴衣に、温泉恒例のね、浴衣に着替えたいと思います。では、行きます。せーの。はい。はい、着替えました。ね。この緑をベースとした、浴衣ですね。うん。ちょっと帯がね、難しすぎて、ちょっとね、うん。ダサくなってしまいましたが。ま、いい感じですね。これでね、温泉気分をたっぷり味わって、ね、夕飯までゆっくりしたいと思います。マイクラの鶏です。取ります。下のタグに引っ掛けます。いいんじゃね？え、うまいうまいうまい。うまいぞ。ちょっとそれはもう一回いきます。うわ、ちょっと行き過ぎた。いやー、ワンちゃん、いやー、ちょっとそれはこれで取れなかったら諦めます。タグを狙って、ここいいんじゃない？いいいい。あー、ちょっと しょうもねえわ。
ゲーセンで一番楽しいゲームが調整中でした。お土産広場がね、すごく広いので、それをね、見に行きたいと思います。2020… あ、もうちょうど最近だね、今年。いやー、これね、終わっちゃったんだね。残念です。デカデカすごいね。いやー、カニが食べ放題です。あれ、デザートもね、たくさんあったね。美味しそう。はい、ご飯食べてきました。まあね、バイキング形式っていうのもあってね、もう周りに四方八方ね、人がいたので喋れなかったんですが、いや、すごいね。なんかもう、さっきね、ちょっと3万円ちょっと高くないかって思ったんだけど、食事がね、すごかったですね。あの、刺身とか、あとね、カニもね、ありました。でズワイガニの食べ放題ね、まあ、久しぶりになんか見ました。まあ、他にもね、デザートもね、めちゃめちゃ種類があったり、まあね、全部食べれなかったんだけど、本当にいろんなね、メニューがね、他にもあって、天ぷらもあったね。天ぷらもあったし、まあ、とりあえず魚介類がね、あとムール貝もね、いつぶりでしょう、もう10年ぶりぐらいに食べたかもしれないです。もう本当にね、もう文句なし。だってもうカニだけで足8本ぐらい食べたから、もうほぼカニ1杯みたいな感じですもんね。まあ、そう考えたらね、だいぶ、まあちょっと最初はね、高いかなと思ったんだけど、そんなことないですね。まあ、それにあと、これからね、あの温泉も入りに行きますし、まああとはね、明日の朝ごはんも同じ会場ビュッフェらしいので、まあこれはね、ちょっと明日の朝ごはんもね、期待しちゃうよね。まああとは今日はね、お風呂入るだけなんで、お風呂入るまでね、ゆっくりしたいと思います。大浴場行くためのエレベーターがあります。すごい。湯上がりの一杯終わってる。熱い。これが大金棒で使われていたからくり人形ですね。すげえ、見たかったな。そう、実際に流れていた、ほら、すごいね。これがついね、今年の頭まで動いていたようです。そう、だいぶね、古い旅館っぽいですね、歴史が。これとか混浴やん。お土産ショップがね、10時までやってるので行きましょうか。なんか買いたいな。いつもお世話になっております。アロイズのこれ大好きなんだけど、食べたいね。すごい。いや、これね、裏なんだよな。表に書いてあったらね、買ったんだけど。はい、お風呂から上がりました。いやー、気持ちよかったね。いやね、前情報もあったんだけどね、1500坪、まあ多分男性だけでも750と。いや、でかい。こんなにでかい、まさに大浴場ね、久しぶりに入りました。もうまずね、こうやって入って、こっち側にめちゃめちゃでかい洗い場で、皆さんも洗い場ってさ、普通あの、なんだ、座ったら前に鏡があるタイプをね、想像するんだけど、もちろんそれもあるんだけど、なんか円形になってて、そこにあの、なんかお風呂みたいな感じでもう水が溜まってて、でそこに桶があって、あのバスタブからこの水を汲んでかける感じのね、洗い場もあって、すごって思いましたね。でもこうやって歩いていってね、まあ奥にはでっかいお風呂があって、こっちにもまあどでかい風呂があって、で真ん中にもどでかいお風呂があってっていう感じで、もう一個一個のね、お風呂がね、僕の家のバスタブの30倍ぐらいあって、めちゃめちゃ人いたんだけど、
なんかそれがなんか霞むぐらい。それが霞むくらいね、あの、お風呂が全体的に大きくて笑いました。で、さらにね、こうやって、これ僕ね、あれ？大浴場がないなって思ったんですよ。そしたらね、下に行く階段があって、階段を降りたら、なんか健康&露天風呂ゾーンみたいな感じで、まあ、2階なんだけど、その3階から2階に降りて、2階がその健康とかのゾーン。で、まず降りたら、階段の降りたところの周りを水が囲ってて、わかる？わけわかんないでしょ？説明がめっちゃむずいんだけど、その、川みたいになってて、その川を飛び越えるっていうか、こうやってなんかちょっと橋っぽいのができていて、それをまたぐみたいな。で、それが、周りがなんか、冷たい風呂？冷たい足、くるぶしぐらいの、冷たいお湯、違う違う、冷たい水とお湯が、なんか2層になっていて、それをなんか交互に歩くと血行促進みたいな。皆さんも聞いたことありませんかね。僕も別のお風呂で経験あるんだけど、それがあって。で、これまたいで、こっち側に行くと、滝の湯。もう上からね、滝のように、ザーって落ちてきてて、もうそれがね、もう僕も肩こりがね、やっぱこの年齢になるとしますから。ね、ずっとまあ座ってる職でもありますからね。もう気持ちくて。うん。でもこっち側に行くと、硫黄風呂って言って。まあ、なんかね、硫黄風呂がすごい多かった。やっぱりね、まあ、この、全道一の、ね、お湯の湧いている、登り別ですから。まあ、硫黄のね、お風呂があって。で、こっち側に進むと、サウナ。もうでっかいサウナと、でっかい水風呂。普通水風呂って小さいんだけど、水風呂だけで僕の、あの、バスタブ超えたもんね。うん。泣いた。で、露天風呂ね。露天風呂が一番人多かったね。冬場の動物園の猿山のお風呂ぐらいね、人が入ってました。もう本当にね、あの、入ったら、まあ、僕は入んなかったんだけど、まあ、仮に入ったら、隣の方との距離がもう5センチ以内みたいな。もうそれぐらい人が入ってて、まあ、二つね、でっかい風呂があったんだけど、まあ、その片方には入れなくて、もう片方の方に入ってね、もうそれが暑くて。で、僕ってね、あの、普段、もうあんまりお風呂に興味がなくて、さっと入って、さっと出るね。まあ、カラスの行水方式なんだけど、もう今日はね、久しぶりに、その硫黄の香りもね、なんか、うわ、これ体に良さそうと思って、入って、初めて外気浴した。もう今のところもうご飯も大満足。お風呂も大満足。最初はね、あれ？意外と普通のお部屋だな。3万円だったけど意外と普通のお部屋だなって思ったんだけど、どんどん納得しておりますね。これはね、最高。そして帰り、売店で買ってきました。もうね、最近ね、気づいた。温泉行ってね、一人で晩酌するときにお酒とかね、よく買っていたんだけど、お酒ね、僕得意じゃないから別に美味しくない。風呂上がりのお酒美味しくない。うん。結局一番美味しいのはね、この雪印のコーヒーですね。そしてこちら、登別とろーりプリン。これ皆様いくらに見えますか？500円です。高いね。今回はね、晩酌なしということで、まあ、いつもならね、無理してお酒を買って、無理してちょっと高いおつまみをね、2品くらい買っていたんで、今日はね、もう自分の素を出してね、こんなすごい美味しそうなプリンをいただきたいと思います。はい、ではこちら、登別プリンいただきます。うわ、柔らかい。食レポのこの震えるスタイルこれ普通にキープしようと思って震えてますからね。いただきます。うん、うまっ。めっちゃミルキー。はい、500円のプリンが2分でなくなりました。1分半だな。子供の頃遊んでいた、還元率のめちゃめちゃ悪いメダルコーナーのメダルゲームでさえもうちょっと500円持ちますよ。うん。あとはね、こちらのコーヒー牛乳飲んで、今日はね、優勝しましょう。じゃあ皆さん、毎日お疲れ様です。乾杯！ありがとう。登別。もうあとはね、寝るだけです。まあ実はさっきね、夕飯から帰ってきて、
もうお腹いっぱいで、もう帰ってきてね、あのお布団が敷いてあって寝ました30分ぐらい寝ました。やらなきゃいけないね、あの作業が溜まっているので、あとはそれをしてね、今日は寝たいと思います。明日はね、朝ごはんもすごい楽しみです。それでは皆様、おやすみなさい。ししゃも。はい、おはようございます。今朝ごはんを食べてきました。いや、朝ごはんもね、めちゃめちゃ豪華でしたね、本当に。まあ、昨日の夜もそうだったんだけど、魚介がね、すごい多かったです。まあ、動画ね、あの前に載ってると思うんですが、ししゃもがね、あったね。うん、ししゃもが出てくる朝食バイキングって僕初めてかもしれないですね。まあ、他にもね、デザートとかも多かったし、すごいね、満足でした。でね、ここの宿なんですが、チェックアウトがね、10時っていうことで、まあ、この温泉宿のね、チェックアウト10時はね、早すぎるね。もう今、チェックアウト2分前です。急いでこれをね、脱いで帰りたいと思います。ということで、今回はね、第一滝本館さんにね、宿泊しました。最初はね、あれ？ちょっと高くない？と思ったんですが、ご飯、そして温泉ね、どちらも、大満足でした。まあ、皆様もね、よかったら行ってみてください。では、急いで着替えて帰ります。